皆さんこんにちは。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画は以前の動画で少しお話ししたニューフィーの新しいキーボードを購入しましたよっていう話と、ニューフィーのキーボードの技的についてちょっと気になることがあったので、それについてのお話をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずは新しいキーボードの購入報告です。以前の動画でニューフィーの新しいキーボードハロー65が発売しますっていう話をしたんですが、その動画がですね、結構反響が多くて、たくさんの方に見ていただくことができました。やはりニューフィーに対する注目度が高いのか、多くの方に見ていただけて嬉しい限りです。今回はその動画の続編になるのですが、その動画内でもニューフィーのハロ65を購入しますっていう宣言をしたんですが、ようやくプレオーダーが始まったので、宣言通りオーダーをさせていただきました。8月の9日からプレオーダーが開始して、一応1ヶ月間9月の9日までプレオーダー受付中となっております。でその後9月10日から16日にかけて出荷をされるみたいです。今回僕がオーダーしたスペックについてですが、ボディカラーについては最後の最後まで悩みました。なのでカラーはまた開封時にお伝えしたいと思います。スイッチについては前回の動画でも言った通り、ベイビーカンガルー軸を選択しました。ちなみにその他のガテロン G プロもバージョン 2.0 にアップデートされてるみたいです。このベイビーカンガルースイッチは他のスイッチに比べて10ドル高くなるみたいなので、ベイビーカンガルースイッチを選択するときには注意をしてください。今回オーダー特典として 10% オフのクーポンを発行してもらったので、概要欄の方にリンクを貼っておきます。よければ使ってみてください。プレオーダーで購入するとオリジナルのリストレストが割引で購入できたり、替え抜きキャップを無償で付けたりすることができるので、結構メリットは大きいと思います。出荷まではまだ1ヶ月弱あるので、到着を楽しみに待ちたいと思います。またキーボードが届いたら開封をしたいと思いますので、皆さんも楽しみにしていてください。はい、続いては、ニューフィーのキーボードの技的についてちょっと気になることがあったので、それについてお話をしていきたいと思います。その気になることっていうのは、このニューフィー A60 の技的についてになります。昨年末にエアシリーズとして A75 が先行して発売されましたが、そのキーボードは国内でも代理店で取り扱いがあるので、日本国内の技的を取得した上で発売されました。その後、今年になって春ごろ、このA60が発売になったのですが、これは、ニューフィーの公式ホームページからしか購入することができず、もちろん国内の技的認証は未取得なので、国内ではワイヤレス接続を使うことができません。ただですね、先日あるレビューアーさんの動画でこのA60を紹介していて、そのレビューアーさんはメーカーからA60を提供してもらっていたようなんですが、メーカーからは技的を取得しているので安心してワイヤレスを使ってくださいと、そう伝えられたみたいです。僕もその動画を見て、そうなんだっていうふうに思いながら、でもどこか半信半疑だったので、直接メーカーの方に問い合わせてみました。問い合わせた内容としては、ニューフィーの製品 A60 やハロー65は日本国内の技的を取得していますかっていうような内容です。そしたらですね、その翌日に返事が返ってきて、その内容としてはエアシリーズは国内の技的を取得していますっていうことで、一緒に認証の証明書をつけて返信をしてくれました。ただその証明書なんですが、どう見てもエア75のことしか記載がされてないように思います。中身を全部翻訳したわけではないのですが、エア60の文字はちょっとどこにも見当たりませんでした。一応ですね、総務省のホームページで調べてみると、やっぱりエア75は出てくるんですが、エア60は出てきません。
結局半信半疑のままエア60についてはちょっとモヤモヤした状態です。ただですね、一緒に確認したハロー65については現在申請中ということなので、こちらは今後技適を取得する可能性が高いと思うので、これはこれで期待が持てます。もしですね、このエア60の技適について何かご存知の方がいましたら、気軽にコメントなどしてくれると嬉しいです。はい、今回の動画は以上になります。この動画が参考になったという方はぜひグッドボタンお願いします。このチャンネルではこういった感じでキーボードやデスク周りのガジェット、あとは Apple や Mac に関する情報を発信しています。少しでも気になってくれた方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。